続きやっていきますよ。ループ2回目だね。はい、どうしようか。最初に何をするか、様子を見るか、発言するか。発言するだとグノーシアとは疑う、かばう。いきなり疑う？でも俺特にまだ候補決まってねえしな。とりあえず様子見てみようか。3人が4人か、主人公含めて5人か。で、主人公を除く4人がどうやって会話発展するかで発言するかどうか決めていこうか。でさ、結局グノーシアって何？ S 級ちゃんあんま知らないんだけど。異性体グノースに触れた時に、異性体グノースに触れた人間は汚れて人間ならざる者、グノーシアを戦車となってしまう、そう言われているわね。まあ、人狼だね、要するに。異性体グノース。その異性体については何にもわかんないらしいね。未発見の知的生命体だの、別次元の神にも等しい存在だの、全部ただの仮説でしかない。でだ、S 級、そんなことも知らないとか、君嘘っぽいんだけど。おっと、いきなりラキを突っかかるね。嘘っぽいもんなの？疑う、かばう。じゃあ一緒になって疑ってみる？S 級、どうなの？でも2回目ってある。S 級の疑わしいところを指摘した。おっと、そうきましたか。終わったけど。様子見てみる、じゃあ。シュウヤンがまがいものなんじゃない？おい、お前どっちだよ。そんなので本物の人間だったら逆に哀れだよ。これ俺殺されるんじゃん。私はラキオよりシュウヤンを信じたい。ありがとう、守ってくれた。今シュウヤンに消えてほしくないな。どうしようか。でもラキオはこう積極的に発言してるしね。信じていいんじゃないのかな。もう一回様子見てみようか。間違っていたらごめんなさい。だけど私にはラキオが怪しく見える。ってなるとジナとラキオは疑いやってると。君この僕を疑ってるんだ。発言、じゃあ疑うで。ラキオなんか弁解あるなら聞いてみる。ラキオの疑わしいところを指摘した。今のうちにラキオを排除したいんだ。私も賛成かな。お、賛成派。君この僕を疑っているんだ。それだけかいお前。なんだこれ、終わったけど投票始める。じゃあまあ1日目ラキオ行く。またラキオか。じゃあラキオさらば。みんなラキオ行ったね。 S 級が発言少なかったけどどうなんだろう。この僕を冷凍睡眠させるんだ。救いがたいね。集団自殺する動物のようだね。僕はいいよ。僕はいいよ。構わない。たとえ僕には死刑宣告に等しいとしても、甘んじて受け入れよう。むしろ甘美だよ。甘類者だね。ごめんな。発言する。別れを告げる。別れ告げとく。ラキオに別れを告げた。ラキオがコールドスリープしました。どうなる？終わる？終わらない。まだか。空間転移まで少し時間があるようだ。自室に戻る前に船内を歩き回ってみることにした。悠長だな、主人公。それでは私がご案内させていただきます。まさかの船内探索パート入ったんだけど。娯楽室。お、楽しそうだな、ここ。ゲームセンターみたいなのある。こちらでは様々な室内レクリエーションを楽しんでいただけます。今日もやべえな。ご要望があれば遊具を即時生成することもできますよ。本当に？シュウヤン様にはご希望のレクリエーションなどはございますか？何でもおっしゃってくださいね。スイッチスイッチ。ダメか。ゲーム、ビリヤード、3次元チェス。なんだそれ。ゲームで言ってみる、試しに。コンピューターゲームが好きだと答えた。ああ、でしたらこちらのゲームなどいかがでしょう。スイッチ？ボタンがいくつか並んでいる。これはどういうゲームなのだろう。音ゲーかな。ボタンを押すと脳内に快感物質が放出されます。え？ボタンの押し方によって様々な快楽を得られるそうですよ。専門家によると、これぞ至高のゲームと。どういうことなの？やめておこう。ちょっとエッチなゲームなのかな。それでは別室に移動いたしましょう。なんだ俺、レビにエッチなゲーム勧められたのかな。食堂、至って普通。こちらの食堂では乗員の皆様にお食事を楽しんでいただけます。シュウヤン様はどのような料理がお好みですか？唐揚げ。ああ、寿司、ステーキ、ラーメン。ああ、でもな、寿司も美味しいしな、ステーキもうめえしな、でもステーキでいっとこう。ステーキを食べたいと答えた。ないの？申し訳ございません、シュウヤン様。当船では取締り対象品をご提供できかねます。とはいえ今はお食事をなさる時間はございませんね。よろしければ仮想の施設もご案内いたしますよ。お、マジ？なんだろう、こういう探索パートで他のキャラと親密度上げたりするのかね。廊下のスロープを下っていった。仮想には船内環境維持や青函移動のための施設が集中しております。当船 DQO の心臓部というべきエリアです。うえ。あら、エヴァかな。エヴァ準備室に EVA 準備室、どっちかな。どなたかいらっしゃいますね。お、
美しい。うわ、めっちゃ美人じゃん。誰？ジナ様、こちらはシュヤン様です。先ほど窓の今日どうした本当に。先ほどのお話し合いにもいらっしゃいましたよ。そう、これはあれかな、次の襲撃相手探してたりするのかな。どうなんだろう。ラキオならもう眠ったよ。私見届けたから。この宇宙のどこかにいる何かが私たちを狂わせる、別のものに変えてしまう。もし眠らせることに失敗したら、グノーシアがこの船を支配してしまったら、グノーシアは何をするの。そうだね、地球に乗り込むんじゃない。イラスト一枚一枚がさ、すごい綺麗だよね。見入っちゃうんだけど。お、なんだ。おそらくグノーシアオ戦隊は残っている乗員を消滅させるでしょう。ただしオ戦隊によっては極度の過激傾向を示したり、人間を利用して動物的本能を満たすケースもあるようです。とんでもねえな。基地隊の私ですら記録から抹消したくなるような例も残っています。そんな怖いね。発言する。大丈夫だ、自分も怖い。ここはちょっと好感度上げとく。きっと大丈夫だと言った。うん。うんだけ。シュヤ様、ジナ様、空間転移の時間が迫っております。そろそろ自室にお戻りくださいませ。いやもうこれ一緒の部屋で一緒にね、おねんねするのはダメか。誰がグノーシアか、私わかるかもしれない。誰？明日、みんなの前で話すから、おやすみなさい。これ死ぬんじゃね？大丈夫か？大丈夫なのか？なんかフラグ立ててったよね、今。おう、節が一刀。説がやられちゃいましたか。これもうなんか、まあ、一旦ジナの話聞く？少し話をさせて。私はエンジニアだから、この船で私だけ調査機器を使える。エンジニア？占い師ってこと？だから昨晩の空間転移の時、SQ の次元波を調べるように設定した。転移のタイミングなら解析できるから。それで分かったよ。SQ はグノーシア。また？エンジニアは空間転移の度に一人ずつグノーシアか否かを知ることができます。へえ、そう来るんだ。レビ、私がエンジニアだって証明できる？それは申し訳ございませんが不可能です。できない。確かに1名分のエンジニア権限申請は受理いたしましたが、それが私だとは言えない？はい。乗員の皆様の個人データが汚染されている可能性がございますので、エンジニア権限とジナ様との紐付けが不可能な状況です。これあれじゃない？ SQ が人狼だけど、語ってくるんじゃない？本当のエンジニアは私よみたいな。言わないかな？そう、わかった。あとはシュウヤン。あなたが誰を信じるか、それだけ。データ参照からエンジニア報告を確認することができます。発言。じゃあ SQ 問い詰める。これで SQ がエンジニア名乗らないんだったらもうそのまま SQ 釣りだけど。 SQ の疑わしいところを指摘した。 SQ は嘘をついてるから少なくとも私にとってはそう。まあそうだね。 SQ 何も言わないんだけど、もう諦めてるよね。こいつは悪いけどさ、 SQ ちゃんジナのこと苦手っていうか鳥肌が荒れちゃうのよね。それ全然理由になりませんけど。あなた、私が憎いの？そう。弁護する。ジナへの疑いに反論した。なんだこれは。特に発展しないぞ SQ。 あれ意見なし、じゃあ投票いっちゃう？え、もう何そんな感じでいいの？もう一回 SQ 疑ってみる。 SQ を好ましく思ってないことを告げた。何もないね。投票始める。 SQ2 回目なんだね。かわいそうなんだけど。グノーシアのいい的なのかもしんないね。コールドスリープ。うん、まあしょうがないんだけどさ、コールドスリープって美容的にどうなんだろう。コールドスリープした。まあ、本物の占い師がなんだっけ、要は初日でやられてたら悲しいよね。初日っていうか、それこそ節か。本当は節が占い師だったんだけど、噛まれちゃって、ジナが成りすましてたらもうどうしようもないよね。私がエンジニアだって信じてくれたから、自分が生き残ったことより信じてくれたのが嬉しい。かわいいジナ。ちょっと俺の中で好感度爆上がりなんですけど。髪にくんなよ。じゃあ部屋に戻るから。また明日、会えるといいね。お、なんだこれクリア。え、ジナは嘘をついている。おい、騙されたんか俺。直感の能力値が高いと相手の嘘を見抜くことができます。相手の演技力が低いとより見抜きやすくなります。おい、じゃあやられてんじゃん俺。おいジナ、お前、あ、やっぱ説が成りすましてたんだ。うわ、はず。普段もうグノーシアのものだ。彼らは次の停泊地で新たな犠牲者を探すだろう。やっちまった。あ、やっちまったわマジで。やっぱ説だったか、成りすましてたか。でもこれとかさ、だったら初日でもう、いやでもな、乗員たちは死にたくないからな。
だからわざと黙ってる可能性だってあるわけだしな。やられたね、これ。じゃあもう一回終了していいですか。はい。じゃあこれで3日目に入れるんじゃない。来た、ループ3。お、という状況なんだ。みんな協力してほしい。また5人でやんのかな。なんか新しいの増えた。茂道。おい、この船に宇宙人がいるとか。マジかよ、怖え。お前が一番宇宙人。あ、また新キャラ、ステラちゃん。宇宙人というより正しくはグノーシア汚染者ですね。それが2体検知されたと。美人だな。秘書キャラ的な感じかな。いや、お前のインパクトがすごい。え、この2人も話し合いの参加者だろうか。グノーシアも2体いるらしいが、2体もいるの。その2体のうち1体が茂道と。なるほどね。まあ宇宙人だしな。おま、ラキオ、俺が宇宙人のわけねえだろ。宇宙人だろ。どう見ても宇宙人だと言った。いや、お前、見た目で人を判断すんなって。これはあれだ。いろいろあるんよ、いろいろ。結構面白いキャラなんだな、茂道。好きになりそう。宇宙人じゃないの？逆に残念なんだけど。うん、茂道は残念。じゃあ何なの、あなた。全身タイツ着てるだけなの？泣いてる？泣いてる宇宙人なの？残念だからといって、グノーシア汚染者とは限らないだろ。ここは冷静に話し合おう。そうですね。時間は限られています。誰がコールドスリープすべきなのか、皆様の意見をお聞かせください。今回はグノーシアが2体潜んでいます。エンジニアが名乗り出てくれれば、その報告がグノーシア発見の手がかりになるでしょう。発言。まあ一旦様子見じゃない？データ参照で何かできるわけでもないしね。仲のいい人、ジナと仲がいい。前回仲が良かった人と、なんか、何、徒党組めたりするのかね。あ、これで全体図見れるんじゃん。SQ、ラキオ、ステラ。ああ、なるほどね。茂道、フルチンじゃん、これ。識別年齢88歳って。惑星ジャン軍から来たの。出身地みんななんかバラバラなんだね。まあいいか、やっていこう。まあ、とりあえず様子を見る。間違っていたらごめんなさい。だけど、私にはラキオが怪しく見える。ああ、やっぱそう思った。ラキオ怪しいよね。なんかラキオもうかわいそうなんだけど、ずっと目の敵にされてる。SQ と、ジナが今 LINE 見えてるって思っていいかな。もしかしたら仲間同士でラキオを釣ろうとしてるかもって思うよ、一応。へえ、君この僕を疑ってるんだ。弁護する。特にまだ弁護する理由もないしな。うな、ラキオにきつく当たるなってな。お、茂道が弁護した。茂道とラキオが LINE ありって思っていい？おっしゃる通り、ラキオ様を疑う根拠は薄いですね。なるほど。ステラはなんか白目かな。もう一回様子見ようかな。疑うって言ってもな。逆に真っ先に疑ったジナをちょっと疑ってみる。ジナの疑わしいところを指摘した。ね、だからラキオの何が怪しいのかっていうのがね。そう、私が疑われてるんだ。私はジナを守る。何？ジナを攻めるなら私は戦うから。説？前回仲間だったのに。おっしゃる通り、ジナ様を疑う根拠は薄いですね。ステラ、またそれか、お前。んじゃあもう、とりあえず様子見てみる。茂道がまがいもんなんじゃない？そんなので、本物の人間だったら逆に哀れだよね、ひで。茂道さっきかばってくれたのに、ラキオ、茂道に向かってったよ。茂道様に関心を向けるのはいいアイデアだと思います。え、なに？茂道怪しいの？俺、怪しいのか？ショックだぜ。弁護しとくか。茂道いいやつだってきっと。茂道への疑いに反論した。そうだよね。むやみに人を疑っちゃいけないよね。え？お前、話が特に発展しないんですけども、どうしたらいいのこれ。ちょっと待って。特にここで何か入れるわけでもないしな。まあ、しょうがないか。もう一回様子見てみる？そうね。ラキオとか怪しくない？みんなラキオなのね。ラキオ、ラキオね。確かに不審かな。疑いに同調する。いや、まあ、ラキオ。君この僕を疑ってるんだ。もう一回ラキオ弁護してみる、試しに。ラキオは俺たちの大事な仲間なんだぜ。しげみちはやたらとラキオを守ってるよね。ラキオとしげみちが狼って考えるべき？逆に。疑問がある。しげみちとラキオを狼で見てみようか。グノーシアって言うべきか。疑いに同調してみる。自分はしげみちを疑っていたことを告げた。あんだけかばってたのにな。俺怪しいのか、ショックだぜ。なんだこれ。ちょっと、わかんねえ。俺みんなの気持ちがわかんねえ。これ俺行くんじゃね？しげみちダメなの？みんなラキオに入れたがってるよね。どうしたらいいんだろう。
重道とラキを味方って考えるべき、それかあジナとセツがさ、もうなんかセツは絶対ジナ守るって言ってたじゃん。それもまた気になるよね。もう占い師先に出てきてほしいもんだぜ。じゃあラキを言っとくか。重道に入れてるし、みんな俺も重道入れとけばよかった。本当に余計なことしたわ。 お前毎回釣られてくな。レート睡眠されてった。バイバイ。霊能者欲しいよね。霊能者、先ほどラキオ様のコールドスリープを確認いたしました。まだ時間もございますから、他の方とお話しして情報収集なさってはいかがでしょうか。情報収集、船内マップ表示。おえ、投票の後好きな場所に一度だけ移動できます。人と話をして仲良くなればあなたのことをより信用してくれるかもしれません。誰と仲良いなのか。ジナとセツを怪しむべきなのか、重道と、なんだっけ、名前忘れたわ。やつの名前忘れた。なんだっけ、投票結果。ラキオか。重道とラキオでラインを考えるべきか。ステラは特になんか、関わってくる感じ。S級もなんか、曖昧な感じだよね、ずっと。誰と話そうかな。ステラがどっち側かだけ決めときたいね。嵐屋様、何かご用ですか。私にできることがあればおっしゃってくださいね。あ、え、会話しただけで終わった。S級がやられた。S級、お前の敵は撃ってやるからな。発言する。ちょっと、占い師出てこないの、エンジニア。前言撤回、やはり重道は信用できない。どうした急に。今のうちに重道を排除したいんだ。私も賛成かな。何、もう、節とジナが超仲良しなんだけど。俺怪しいのかショックだぜ。私は重道様のことをやはり信じてみたいと思います。ステラは絶対重道疑わないね。もう一回様子見てみる。ジナ様、あなたは本当に私たちの味方ですか。ジナか、うん、確かに妙な感じはするな。まあ疑いの目向けられてるしな。そう、私が疑われてるんだ。私はジナを守る。ジナを攻めるなら私は戦うから。ラインは見えたよね。とりあえずステラ&重道、ジナ&セツだよね。じゃあ、なんとも言えない。ジナ説で疑うか。重道はなんかみんなラキをかばおうとして頑張ってたし、ステラはステラで。あ、でもステラってラキを疑ってたっけ。これって発言見れんのかな。データ詳細。投票結果ぐらいしか見れないのか。でもステラ重道に入れてんだよな。どういうことなの、あなた。俺の発言に釣られたんかな。あー、わからんな、こう思うと。ラッキオはジナに入れてるしな。となるとやっぱジナ説で疑っていくべきか。発言じゃあ疑うで、説、ジナ、説で言ってみる。説の疑わしいところを指摘した。そう、私が邪魔なんだね。私は説を信じたい。だっけ、様子見てみる。そりゃエンジニアって誰なんだ。あ、出た出てきた。そう、それなのよ。誰も名乗り出なかった。おい、最悪じゃねえか。お、しょっぱなで言ってんじゃん。いやー、じゃあもう説、もう一回疑う？ダメか、特に会話が発展しないね。根拠は薄い。ステラどうなの、あなたの立ち位置は。様子見てみる、もう一回。あれ？あれ？もうなんかさっきのステラの発言聞くと、誰疑ってんのかステラがわかんねえんだけど。じゃあもうステラ人狼で考えるべきか、これ。疑い先めちゃくちゃだもんね。あなたの黒先どこよって感じじゃん。でもステラ行く。ん？リブート。あ、同票になったのか。これは投票し直し。決戦投票始まった。疑う。うわ、もう、いや、重道、いや、わかんねえ。本当にわかんねえ。もう、どうしたいのさ。ステラがマジでわかんねえ。ステラはもう黒で見ていいと思う。重道、いやでもジナ説怪しいよね、正直。いや、まあ、分かった、もうダメだ。ステラが怪しすぎてよくわかんねえから、重道ステラで考えよう。あ、それでいく。もう重道に入れるわ俺。疑う、重道疑うわ。重道の疑わしいところを指摘した。やっぱ人狼やるならな、ターゲットを完璧に絞った方がいいよな俺。重道さんもそうですね、可能性は否定できません。もうステラあやふやだもん、ずっと。俺怪しいのかショックだぜ。様子見る。こんなことを言いたくないんだが、ジナは変じゃないか。気のせいだったらすまんけど。まあ、ジナよりも説が気になるけど。ジナ様に関心を向けるのはいいアイデアだと思います。さあ、私が疑われてるんだ。
しげみちの狙い何、私たちの分断そんな手に乗るわけにはいかないわ。弁護に加わるか。私も、あ、間違えた。自分も次男を信じる愛していることを告げた。発言する。じゃあ投票始める。じゃあもうしげみち行くよ俺。あ、しげみち行ったね。くー、悔しい。俺のこと信じてもらえなかったのが悔しいな。コールドスリープしながら反省タイムだ。別れを告げる。反省してくれるのね。しげみちがコールドスリープした。え、終了条件満たした。最後まで残りたくなかったな。だって私、ふふ。またそうじゃ、またかよ。やっぱジナ説で考えるべきだったの。もうジナ説かどっち。いや、ジナ説だった。いや、もう露骨だったもんね。いや、スタレエンジニアじゃん。なんで出てこなかったの。いやー、やらかしたわ。まあでもそうだよな。おかしかったもんね。ジナ説でずっとライン見えてたもんね。でもステラがエンジニアなのに謎だったんだもん。でもこれは俺が悪かったな。疑い先決めたらもう絞ろ。はい。ということで、2日目はこのまま終わろうかな。あ、ループ4が始まったね。なんだ？ラーメン食ってるぞ。しげみちがラーメン食ってるわ。はい。じゃあそれでは、シアンでした。またね。